おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。ラジオサガリ。はい、始まりました。ラジオハイライト18回目、うん、ということで、もう18回ですね。あっという間ですね。でもなんかちょっとあの頻度落ちちゃったかなっていう気はするんですけど、また、ね、はい、撮れる時にどんどん撮っていきたいなというふうに思います、うん、ということでですね、この前話してた8の8分間、はいはいはい、あれがやっぱりさすがに8日には出せず、さすがに厳しかった、ね、厳しかった、さすがに厳しかったので、うん、18日ですね、次18日に、1本目を公開したいなと思いますけど、8の8分間どういう感じでやっていただけるんですかね。どういう感じ、どういう趣旨でだからさ、なんていうの、概要を話すときと、はい、その概要の中からピックアップしてコアな部分を8分で話す部分、はい、あとは特になんだろう、自衛隊退職して、はい、いわゆる組織外の人と触れ合う機会が、はい、話す機会でもさ、はい、原稿感する、あ、場合によってはこう何て言うかな、一緒に仕事したりとか、はい、そういう人たちから実際、え、これってどうなのっていうような聞かれてることが多いものとか、はいはいはい、そういったところをピックアップして、なんだろう、話ができたらいいのと。で、さらには、はい、将来戦闘機パイロットを目指すような、はい、学生なり、こう若い人たち、若い世代の人たちですね、のなんか参考になるような、はい、あっても、あとはきっかけができたりね。ああ、そうですね、うん、っていうのがなんか話できたらなとは思うけどね。はい、ということでそんな感じでですね、あの8の8分間スタートしたいなと思ってるので、あのよろしくお願いします。お願いします。前も言ったんですけど、基本的に8のつく日の夜8時かなと思ってます、今のところ。配信をするのはですね。リリースするのが、あ、そうです。あの、公開にするのは。まあ、なので、8のつく日は楽しみに待っていていただけたらなと。出せないときは、ああ、今週出せませんって言うんで。でも基本的には、毎月8のつく日には1本ずつ上げていければなというふうに思ってますので、ぜひ、パイロットになりたい方、興味ある方、まあ、空のことに限らずですね、まあ、自衛隊のこととかもそうですけど、何か参考になる話を、ハチさんにしてもらおうと思ってるので、ぜひ楽しみにしてくださいというところです。まあ、あとあれだよね、言ってみたらさ、自衛隊のことを中と言うとしたら、はい、今外にいるじゃん。はい。中と外のことを知ってるから、それらで学んだこととか、それらでこう、はい、有益な、自分もそうだし、はい、多くの人が同じような悩みを持ってそうだなっていうところも、後にだよ。後に、はい、そういうところも話せたらいいなと。ああ、そうですね。こう、外に出たからこそ、分かったこととか、そうそう、確かにそうですね。そういうのも、徐々に織り交ぜながら、やっていきたいと思います。うん、ということでですね、あ、実は今日ですね、一つ、情報をリリースしたんですけど、フォトコンテストをまた開催します。ということで今回の、フォトコンテストのテーマは、ファイターフォトコンテストということで、第1回目っていうか、全体としては6回目なんですけども、いろんな航空祭とか、エア航空祭でやってたので、6回目なんですけど、まあ、新たにと。今回は機種というか、そうですね、戦闘機に、焦点を当てたフォトコンテストをやっていきたいと思います。ツイッターとか見てくださってる方は、もう、
知ってるかなと思うんですけども、フォトコンテスト専用のですねサイトも、立ち上げてですね、うんうん、やっていってます。で今回ファイターですけど、その次レスキューとかですね、レスキューフォトコンテストとか、まあ、ブルーインパルスのフォトコンテストとか、なんかいろんな機種でそのいろんなカテゴリーでやっていけたらなっていうのは思ってますし、自衛隊機だけじゃなくてですね、あのエアラインとか、民間の飛行機のフォトコンテストのカテゴリーもできたらなというふうに思ってるので、ぜひ、見てみてください。そのサイトの URL は、この詳細欄に貼っておきたいと思いますので、どしどしご応募ください。エントリー応募は28日まで。で、それの表彰というか、それを3月の6日に、ライブで、YouTube ライブでですね、発表したいなと思ってます。ね、新しい、なんだろう、賞を取った方にはね。あ、そうですね。新しい、まあ、グッズというか、商品がありますんで、ちょっとこれレアな感じですね今回のは、うん、なのでぜひその今これご視聴くださってる方はですね、自分のフォルダーの中を漁って最高のファイターの写真を、あの戦闘機の写真をですね、応募していただけたらなというふうに思います。まあ、これまでも結構いっぱいありましたけどね、やっぱりあのオンライン航空祭やってた時とか、小松とかはすごい戦闘機の写真の数でしたよね。そうだね、はい、小松も、まあ、千歳もそうでしたし、エアウエストの時も結構やっぱ戦闘機の写真多かったんで。あとそのなんかフォトコンのいいところはさ、はい、こうなんだろう、まあ、写真撮ってる人もそうだけど、はい、ウスター撮ってる人で他人が撮ったものを見て、はい、あれってどうやって撮るんだろうっていう表情しない、はい、この写真ってどっから撮ってんのっていうことになったり。ああ、そうですね。加えて、その戦闘機、まあ戦闘機に限らず、そういった飛行機のね、いろんな種類があって、はい。例えば戦闘機を知らない人は、それを見ることで、え、何この物体ってなる。はい、はい。それでいろんな種類があって、まあ雑誌じゃないけどさ。はい。だからそういう、良さはあるなっていうのはすごく思うんだけどね。そうですね、あの基本的に、私たちがやってるフォトコンテストはその応募してくださった作品、その受賞作品だけじゃなくて応募してくださった作品も、基本的には全部、サイト上で公開して誰でも見れるようになってますんで、確かにいろんな人の写真が見れるっていうのはいいですね。私たちも楽しいですね、見てて。そう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 、うわこの写真すげえとかありますもんね。あるよね、はい、まあ、そういったいいところが結構あるなと思って。はい、そうですね。であとはやっぱり、まだその航空祭自体が、去年から引き続き行われてないので、こういうのを機会にですね、こう戦闘機を忘れずにあの戦闘機を見る機会をということで、あのこの時期にやらせてもらいたいと思いますんで、ぜひぜひどしどしご応募ください。あとはフォトコンで賞を取った、まあ、大賞だけになるのか、はい、以外の人たちもそうだけど、羽田のさあ、そうですね、掲載、はい、して いきたいなとも思ってて、はい、かっこいい写真いっぱいあるからさ。いや、そうなんですよね、あれなんかサイトの中だけで紹介しておくのすげえもったいないので、あのぜひ、大賞取られた方には、まあ、直接ご連絡はしますけども、なんていうんですかね、画質のいいデータをもし、頂戴できればいただいて、それをこちらでこう写真プリントして額に入れて、羽田店の方にですね飾らせていただきたいなと。うん、紹介させていただきたいなというふうに思ってます。ね。多分結構いろんな人があの目に触れるところに貼ることになるので。見ると思うよ。はい、うん。
なのでぜひぜひ、たくさんご応募くださいと。あとですね、実はこのファイ、まあ、今回はファイターですけど、そのファイターフォトグラファーとしてこの前ステッカー作らせていただいたんですけど、あれがもう完売になってしまったというところで、また別のですねファイターフォトグラファーのグッズをですね、今作ってるデザインしてるところで、いろいろ悩みながら、いやどんなものだったら使っていただけるんだろうみたいなところを考えながらですねやってて、今回パーカーですかね。うん、まだこの春先の時期ちょっと肌寒い時はあると思うので、さらっとおしゃれに着れるファイターフォトグラファーのパーカーをちょっと今デザインを考えてて、ハチさんからゴリゴリダメ出しを食らいながらですね。またそういうこと言うじゃん。それそこだよ。確かに。でもかなり整ってきましたね。これはまあ私自身にしても、これちょっと着たいなっていう、あったら着たいなと思うようなものができそうなので、ぜひそちらも期待していただけたらなと。あとただあれですね、大量生産というわけにいかないので、あまりこういっぱいの数はご用意できないとは思うんですけど、なんか先行予約とかできたらいいですね。そうだね。ただ物はこれからですね、そのデザインを、業者に発注をして物ができるっていう感じなので、今その物を見せることはできないんですけど、なんか何かしらの形でこんな感じになりますっていうのは発信していこうと思うので、で例えばそれがもう第1回目の生産で欲しいっていう方向けに、何かこう事前予約的なのをできるような体制は取りたいな。もちろんコミュニティのオンラインコミュニティの方たちには先に聞きますが、はい、一般の方でも、もし欲しいっていう人がいたらですね、確実にこうゲットしてもらえるような体制を取りたいなと思います、うん。そうだね。はい。やっぱこの時期なので、いろいろこう大量に作ったりができないですからね。そうだね。はい。そのお店とかもそうですけど、そのコロナなので皆さん来づらいっていうところもあるでしょうし。なので、まあ、あと基本的に私たちあれですね、増産っていうの全然しないですね。まあ確かに。今のところ売り切れても増産したことがないですね。まあね、こういった、なんて言うんだろう、人の動きであったりさ、はい。ラップ扱いになって、で、その商品のやり取りにしても、はい。活性を図れるような感じだったら、はい、再度発注したり、はい、したり、あとはさ、リクエストとかいただければそういったのを、そうですね。もうなし、そもそもなしじゃないからさ、それは。はい、はい。だから、まあ、状況によるよね。そうですね、もう完全に状況によるって感じですね。それこそなんかグッズ作るときって結構皆さんからいただいたコミュニティもそうですし、コメントとかでもらったこういうのあったら嬉しいみたいなやつをこう参考にさせてもらって作ってるので、ぜひそういうコメントもですね今回も入れていただけたらな、はい、実現できるかは分からないですけども、常に参考にさせてもらってるので、ありがたいです、コメント入れていただけると。ということです。で、何でしたっけ？あ、ファイターフォトコンテストですね。うん、お願いしますと。お願いします。ということです。はい。ということでですね、今回は、前回ですね、あれですね、コメントの方を、ご紹介することできなかったので、今日はちょっと紹介していきたいなと思います。じゃあ、どれからいこうかな。ですね、これあれですね、第16回目の時のコメントですね。じゃあまたたびさんからのコメントいただいてます。ハチさんがスピーチ
動画作ってジャブさんがダメだし NG 集も楽しそうと来てます。ありがとうございます。 NG 集あれ前回のやつであのスマイルミッションで流しましたからね。はい、で、はい、NG 集 NG だらけになっちゃった。 NG だらけになっちゃった。で、質問内容なんですけども、天神にあったみたいな、天神ってあれですね、小森洋一さんの戦闘機パイロットの作品、小説の作品なんですけども、まあ、天神にあったみたいな、フライト後に G でうっ血するって頻繁にあるんですか？ある。ありますね。うん、腕とか結構きません？俺はもう全身だった。ああ、全身内出血。だフライト、一回フライトするときに、もう毛細血管が、はい。めちゃめちゃ切れるじゃん。そうですね。で、それで、まあ、人によるんだろうけど、はい。肌質というか、ね、俺は。表面に見えやすい人と見えづらい人はいますね。かなり鬱血してる。あれですか、Gスーツの上、お腹から、上ぐらいバーって受けてたんですか？腕もそうだし、なんていうんだろう、体の、体、うん、全身って言ったらあれだけど、はい、首とか顔とかはなかったけど、ああそうですね、私も首とか顔はない、私基本的に腕だけでしたね、うん、とかあります。なんかフライトの内容にもよるんですけど、やっぱ G がかかるフライトをするとありますね、うん。で、次、じゃあ、立花さんからの質問です。戦闘機に乗ってて、吹雪の時もあると思うんですけども、キャノピーについたりしないんですか？あ、雪がですね。キャノピーについたりしないんですか？凍ったりしませんか？と、来てます。まあ、基本的にキャノピーにつくことはない。そうですね。ただ、翼だったり、はい、タンクをつけて、そこが凍る。はい、アイシングするっていうことはあり得るよね。そうですね、キャノピーに雪がついて前が見えなくなるっていうことは、まあ、基本的にほとんどないですね、うん、もうね、なんていうんだろう、くっつくようなスピードで飛んでないもんね。そうですね、まあそもそもそうですね。なんか地上にいてなんか気になるなっていうのは、大雨っていうか雨が強く降ってる時とかに見づらいなっていう時はありますけど、飛んでしまえばもうないですか、ね、地上だったらね。はい。ワイパーなんてついてないじゃん。はい、ワイパーついてないです、もちろん。地上だったら地上でその、なんていうの、空気が出るようになってて。はい。で、水を弾くというか。そうですね。上空だったら雨が降ってても気にならない、ね。あ、全く気にならないですね。本当に雨降って、まあなんか、雲に入った時とかにシャーって、うん、あ水がついてるなぐらいは思いますけど、操縦になんか影響が出るほどは全くないですし、前が見えなくなるってことは全くないですね。はい、次ですね、直秀泉さんから、視力の回復や維持に関してパイロット時代からの方法がありますか？と。なんかやってました？視力維持するために。特に。私も特にですね。夜中こう近くでこうスマホを見るとかはしないようにはしてましたけど、まあそもそも布団に入ったらすぐ寝てしまうような状態だったのであまりしてないですね。あ、はい。例えばフライトして、はい。基本的なさ、戦闘機同士の、まあ、こう、連携をするときにね、はい、目で見るって言ったときに、4キロ弱ぐらいか、3.5 キロぐらいか。はい。離れて、それを目で見ながら連携するじゃん。はい。っていうのをこう、毎日やってると、なんかね、なんか遠くを見たらいいとかよく言うじゃん。はい。昔のさ、ゼロ戦時代の、あ、坂井三郎さんとか。そう、とか。昼間の星を見ろって。そうそうそう、そう。ずっと空を見上げてるか。はい。別に空を見上げてるわけじゃないけど、それに近いようなことを毎日やってたから。そうですね。ほんと米粒ですからね。で、パッて見て、遠くを見て、こっちを見たら目の前にケーキがあるから。
はい。そういった遠近の方を頻繁に無意識にやったでしょ。はい、そうですね。だから視力が低下するとか、確かに基本的には感じなくて、はい。でなんか特段こうしてたっていうこともあまりないですね。うん、はい。ということでですね、今日の時間が来てしまいましたので、うん、はい、今日のところはこの辺で終了したいと思います。はい。はい。ラジオで。また見てね。バイバーイ。